こんにちは、バンクのマミルトンです。本日紹介するのはこの冬にぴったりのイヤーマフです。防寒です。寒いですからね。でもただのイヤーマフじゃないんです。こちらですね、ここにリモコンがついているの分かります？なんか音量とかプラスとかかな。こちらですね、 Bluetooth のヘッドホンのイヤーマフなんです。その名もミュージックイヤーマフといって、このコードレスで音楽が聴けるイヤーマフ、冬にぴったり。このイヤーマフをするとね、音楽聴きたくてもイヤホンつけれないじゃないですか。でイヤホンつけると耳寒いじゃないですか。そういう時にこれが役立つんです。で Bluetooth なのでこのコードがねないから、このカバンとかに iPhone 入れてても音楽が聴けるっていう利便性があります。で問題はちょっと音ですかね。音ちょっと、じゃあ音漏れとか、このモフモフなんでちょっと聞いてみましょう。ちょっと音楽聞けないので YouTube のやつを今聞いています。音漏れしてます？聞こえる？聞こえない。聞こえない？うん。ちょっと音量は今マックスなんで、こっちでも上げてみよう。あ、今聞こえる。聞こえる？うん。これがマックスみたいです。結構音は大きい。あの他の外でやったら聞こえへんぐらいなんで、普通に聞くレベルの音まで下げるとこんぐらいです。音漏れはします？普通に聞くぐらいなら音漏れはしないかもしれないですね。で音楽ガンガン聞きたいって人はちょっと音漏れが気になっちゃうかもしれないです。で Bluetooth なので音質は、あの標準のちょっとうるさい標準のイヤホン、イヤーポッツほど低音はちょっと聞こえにくいですね。音質は特別いいっていうわけではないんですけど、そんな悪い感じもしなかったです。音質はあんま気にしない人とかには全然大丈夫だと思います。で、このコードのところ、ここは硬い感じになってて、で内側はこの上のねヘッドのところまでモフモフになってます。これで寒い冬でも音楽を聴いてノリノリで外を歩きましょう。ミュージックイヤーマフの紹介でした。気になった方はアップバックスとチェックしてみてください。アップバックのチャンネル見てくれてありがとう。アップバックの動画これからもいっぱい出していくんで、ぜひこのチャンネル登録押してください。押した？押してない？もう一回いきますよ。このチャンネル登録を押してください。お願いします。バイバイ。